オスカー・エンリケ・サラサーは、ベネズエラ出身の元プロ野球選手。オスカー・サラザー、オスカル・サラザール、オスカル・サラサールと表記されることもある。ボルチモア・ウリオールズでの現役時代1994年に、オークランド・アスレチックスと契約。2001年まで、参加のマイナーチームでプレー。2002年にデトロイト・タイガースに移籍すると、4月10日に、ダイソーで、 メジャーデビュー。4月12日のミネソタツインズ戦で、ブラッド・ラドキーから、メジャー初アンダーを打った。しかし、その後は、メジャー各球団のマイナーチームや、メキシカンリーグを渡り歩いた。2007年にボルチモア・オリオールズと契約すると、2008年に6年振りとなるメジャー昇格を果たした。2009年は6月にメジャーに昇格し、打率。400を超える。 好成績を残していたが、7月19日に、クラメレディスとのトレードで、サンディエゴパドレスに移籍した。2010年は、自己最多の85試合に出場し、打率。237、3本塁打、19打点の成績を残した。2011年3月28日にパドレスを、自由契約となった。その後は4月8日。 フロリダ・マーリンズとマイナー契約を結び、参加トリプル A 級ニューオーリンズ・ゼファーズでプレ四45試合に出場し、打率。221、二本塁打、16打点という成績だった。2012年2月7日から、横浜 DNA ベイスターズの、春季技のワンキャンプに参加し、テストを受け、2月14日に合格が決まった。二月十五日に、 球団から獲得が発表された。しかし、わずか13試合の出場に終わり、10月10日に外国人チームメイト4人と共に戦力外通告を受け、16日に外国人チームメイト3人とともに自由、契約公示された。2013年はメキシカンリーグのワハカ・ウォーリアーズでプレー2014年はイタリアのリミニ・ベースボールクラブに所属した。 2015年、2016年シーズンは、ベネズエラのウィンターリーグ、リーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのカリベスで、アンソアテギでプレー。2016年、2017年シーズンに、LVBP のブラボスでマルガリータでプレーしたのを、最後に現役を引退した。2017年サンディエゴパドレスサンカルキー級、トライシティダストデビルズのコーチに就任。 2019年まで勤めた。2020年6月22日に、新型コロナウイルスに感染していたことが判明した。2021年より、サンディエゴパドレス参加トリプル A 級、エルパソチワワズの守備コーチに就任した。2022年より、ワシントンナショナルズ参加 a 級ハリスバーグセネターズのコーチを務める。好きな音楽は、ラテン音楽のサルサ。愛称は、 ベネズエラの言葉で風貌の似たアルマジロを意味する価値。ありがとうございます。